はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エスプリットロード被告者です。さあ本日なんですが、霊魂エスプリットロードという、まあ、デッキご存知でしょうか皆さん。あ、ご存知ないですよね。スピリット儀式というあまりにも癖強いテーマとなってまして、スピリットなのに儀式なんですよ。だから手札戻っちゃうのに儀式モンスターっていうね、消費どうなってんだよみたいな感じのテーマになってるんですけど、ね、今回はね新規カードで、いくつか新規カードが実装されまして、これで、まあ、ちょっと強化されてるんで、使っていきたいと思います。まあ、エスプレッドロードってどういうテーマかっていうと、基本的にはその姫副弱と被告弱が強くて、被告弱は、儀式召喚に成功したら相手のフィールドのモンスター3体まで手札に戻すよっていう効果で、その後というだからエスプリットモンスターを召喚条件無視って特殊召喚できるよみたいな効果になってたりとか、あとこっちだったら魔法トラップ3枚バウンスするっていう効果あって、デッキにでデッキからレベル4以下のスピリット特殊召喚するんで、これね課題としてはやっぱ姫クジャクとか被告ジャクが儀式召喚した時の効果しかなくて、制圧効果とかないんですね。だから先行でやること全くないっていう、それが弱点なんですよ。で今回は、先行で儀式をするための、まあ先行儀式じゃない、相手のターンで儀式をするための準備ができる、まあ、そういう新キャラが来てまして、姫クジャクとか被告ジャクっていうこの辺のモンスターですね。これらが、フィールドアホー、この星屋のひもろぎっていう、これを関与させて、相手のターンにこの姫クジャクとか被告ジャクを出していくための準備ができるようになりました。この星屋の天下っていうカードがね、サーチっていうか、サーチがセットかできるようになってまして、星屋の天下が相手のターンでこの2番の効果で墓地儀式ができるようになってるんで、だから、星屋の天下をセットして相手のターンにこの辺を出していくイメージですね。はい、ちょっと動かし方はぜひね実際にご覧いただければと思うんですが、基本的にこのデッキのやっぱ弱いところは誘発受けがうんこっていうところまあ儀式だからやっぱ基本的には儀式素材と儀式モンスターと儀式魔法がないと動けないんですね。でしかもこの星屋のひものぎもかゆいところに手が届かないっていうか、この自分のフィールドのスピリットモンスターかトークン の中から素材をリリースしてデッキから儀式するっていう効果なんだけど、これ要は盤面にトークンかスピリットモンスターがいないといけないんですよ。だから今回改めとか入ってるんですけど、まあ、要は何でもいいわけじゃない。だからマンジュコットとかを使っても、ね、これでは儀式できないんだよ。そういうところもねあって、まあ、ちなみに先行マジやることないんで、それ以外はだからまあ天帝の人で妨害を底上げしたりとか、あとガチヤバカードハーピの羽吹雪、これ活属性超持続なんでこいつらがなんでもうドヤ顔でこれ打って相手のターンを分からせたいなっていう感じでこの辺入ってますけど、まあ、基本的にはこの辺のモンスターで相手のカードをバウンスして天の岩立って制圧したいですね。はい、ちょっとぜひご覧いただきましょう動きを。デュエルスタンバイ。うわ最強カード来た、ハーピの羽吹雪最強カード来たー、ハーピーの羽吹雪とかいう最強カードで、これあれですよ、相手の、あ、裏のどうぞ、相手のモンスター効果全部拒否できるんでね、これ分からせますわ、ヒュ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 、はい、エスプリットコーリング発動して、この、娘がいる場合は娘からの動きが一応通るんで、まあ、無限ホールとか打たれたらおつやみたいな話、おつやでもねえか、エスプリットロード、娘出す。で、娘効果発動。あ、オッケー、通る。で、ヒモロギー持ってくる。これ、あ、一応で、これが基本ムーブですね。一応、基本ムーブ見せれそうでよかったわ。星合いのヒモロギー発動。で、ヒモロギー効果。フェーズ上のスプリットモンスターをリリースして、デッキからでスプリットモンスターを儀式召喚するって、デッキ儀式が一応できる。効果になってきまして。で、これで、息子出してきて、で、息子をリリースすると、デッキからスプリットモンスターと儀式魔法を回収できるよっていう効果ありまして、これでですね、まあ、上級モンスターのこの、まあ、お母さんで、お母さんかお父さん、お母さんかお父さんと、それから、まあ、フィールド、儀式魔法をこれ回収できますよと。はい。で、儀式の準備打っちゃっていいですね。儀式の準備も結構これ相性良くて、カリスラ持ってきながら自分の墓地の儀式魔法回収できるんで、これめちゃくちゃ強いと。はい。で、エスプリットコーリング発動、これは墓地のスプリットモンスター除外できるんだよね。ちょ、カリスラも先打つか。カリスラも先打ちで、カリスラ墓地送って、デッキからキャンドール特殊召喚して、これで儀式魔法を、3枚、回収できますね。はい。でこうして
で、エスプリットコーリング発動、エスプリットコーリングによってヒメクジャクを出しに行って、で墓地のスプリットモンスター2体除外して特殊召喚 OK で、カード1枚セットして、でこれでエンドフェイズ、お母さん手札に戻って、でお母さん手札に戻るとトークンが出るんだけど、これあの数属性長寿族が手札に戻ったので、ひもろぎの効果発動して、デッキから、星合いの天下をセットすることができるという効果ですね。これはあの相手のターンに知識ができます、墓地効果で。これちょっとお見せしていきたいですね、できれば。まあ、ちなみにモンスター効果はハーベル羽吹雪で無効で、まあ魔法トラップカードは、このお母さんの効果でバンするという、こういうコンボになってます。はい、一応理想部分見せててよかった。基本さ、誘発打たれてさ、もうさっきから全然動き取れなくてさ、困ってたんだよな。あ、でステップアフェイズ、除外された姫クジャクと被告クジャク、まあ、息子と娘、これ戻ってきます。恋しくて、お母さんとお父さんが、これ全員集合じゃん。これ見た、これフィールドとさ、あれじゃん、手札にお父さんお母さん息子娘全部揃ってんじゃん。これ家族全員集合と、来た、あっちあっちマジ激アツ。さあこれ激アツなんだよな。これマジスペクタークロー来た、マジスペクティングクロー来た、でハーピーの羽吹雪打ち込んで分からせる分からせていく。超獣族家族性モンスターがフィールドに存在する限り、打つことができる。相手のこのターン発動するモンスター効果すべて無効化されます。はい、終わりました。遊戯終わった遊戯終わりました。セットセット、はいどうぞ。いや、オッケーです。メインフェーズ終了時、これエンドフェーズも打たれるよね。エンドフェーズでいいや。はい、でエンドフェーズ、ぶち込みますか。星合いの天下の効果、墓地のこのカードを除外して手札から儀式魔法カードを1枚墓地の送ると、儀式魔法カードの効果をコピーして儀式することができるっていう効果。これによってエスプリットバードトークンと、これいらねえな、キャンドール、キャンドールとエスプリットバードトークンもリリース。うわっ、あられよ、エスプリットロードヒメクジャク効果発動、相手のマジックトラップカードを2枚選択してデッキにバングしながらデッキから召喚条件を無視、スプリットモンスターを特殊召喚、現れろ、うお、天の岩と特殊召喚、ぜそしてひもろぎの効果を発動、ひもろぎの効果によって儀式魔法を回収、キュイー、さらに被告職の効果も発動、さらにひもろぎの効果発動、あ、ひもろぎは一応一旦2回まで、発動することができます。はい、強え、マジで最強だなんて強いんだ。で、ヒメクジャクの効果、あ、これちなみにあの、スプリット儀式モンスターなんで、これどんどん手札に戻っちゃうんですけど、はい、まあ、一応トークンが出てくるんで、一応またもう一回、儀式召喚できますよという、そういうね、そういう感じになってます。もう下準備は打てないですね、もう儀式魔法全部発射で、で、スプリットコーリングを発動、スプリットコーリングの効果により、これ次はお父さん出していくか、お父さん出していこう、フィールドのトークンとトークンをリリースして、うわっ、特殊召喚、エスプリットロード被告弱、お父さんの効果発動、お父さんの効果によって相手のマジェスピタークローブをバウンス、さらにモンスターを特殊召喚、うわっお父さんと息子これがエスプリットロードです。完全に理想ムーブ。あー、まあ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 、手札的にはそんなに悪くなさそうですね。儀式の下準備、あ、でもこれどうなって儀式いけんか、あー取った、エスプリットコーリングと、これはどっちにしようかな。まあ岩とあるから、これお父さんでいいか、お父さん持ってきて、で改ま召喚効果発動、改ま召喚効果、これはね娘持ってくるでしょ。で、でスプリットロード展開するときの順番なんだけど、基本的には娘、息子、お父さん、お母さんっていう、まあ、お父さんかお母さん、娘、息子、お父さん、お母さんっていう順番で儀式すれば
綺麗に回るようになってます、一応デザイン的にはね。で、先玉も戻ってきながら、エスプリットロード、姫クジャクの効果によって、ヒモロギ持ってきて、先玉帰ってくると。で、星合いのヒモロギ発動して、星合いのヒモロギ、これ1回出していいか？先玉効果。出すこともねえか、別に。こいつはリリースしねえもん、もう。リリースせんから別に関係ねえか。で、ヒモロギ、ヒモロギ効果、これデッキ儀式ね。で、被告弱、あ、これマジで意味なかったな。これ、これ2回戻さないといけないから、これ、娘をね、残しておかなきゃいけないんだよね、これ。だから、改まリリースして、息子出すでしょ。で、息子効果発動して、これ自分リリースするのデッキからスピリットと、スピリット儀式と、スピリット、あ、違う、スピリット儀式じゃなくていいのか、スピリットモンスターと儀式魔法を持ってこれるんで、岩戸と、エスプリットコーリング持ってきて、OK。で、これで、もう一発エスプリットコーリング打って、で、これでお父さん出す。で、墓地の被告弱と、新玉、これ除外すると、お父さん出せるんだけど、これね、ヒモロギーが一旦に2回まで使えるから、一応、このね、2回以降が使いたいときは、こうやって、活属性、超常属で手札に戻るモンスターを2枚残しちゅうなんていけないんですよ。はい。一応エンドフェイズですね。で、これで、ヒメクジャクが手札に戻って、ヒモロギ効果で、星合いの天下をセット。これ、ね、儀式魔法ないから儀式召喚できないで、このままだと。だからもう一回戻すしかないと。で、被告弱の効果発動して、戻して、で、ヒモロギ効果で、スプリットモンスターを回収、あ、スプリット儀式魔法を回収と。これで一応相手のターンに儀式することができるようになりましたね。はい。先玉は活属性じゃないと関係ないですけど。一応これで、だいぶカードの枚数は稼ぎました。はい。非常に。で、被告弱は除外されたんで、次の3倍フェーズに戻ってきますよと。まあ、一応これがまあ基本ムーブかな。まあ、ドラゴンパンチメントないと考えると。はい。これがまあエスプリットロードだけの展開。ダイノルフィア、ディプロドックス。なるほど、ダイノルフィアか。ダイノルフィアはこのターンで多分動いてこないと思うから大丈夫だと思う。楽園融合とか入ってたら別なんだけど、ですね、相手に見せるのは被告弱を見せまして、一応姫クジャク持ってきて、これ多分なんか魔法トラップバウンスめっちゃきついんじゃね、相手のデッキ。ちなみにデッキにバウンスするんですよ。お母さんの方は、お父さんの方はモンスターを手札にバウンスするっていう方なんだけど、お母さんの方は魔法トラップをデッキにバウンスするっていう方がね、お母さんの方が全然強いんだよね。で、しかもデッキからスプリット出せるし、お母さんの方がマジで全然強いっていう話ある。で、3伏せ、4伏せ、そんな伏せちゃう、そんな伏せちゃいます。バトル OK、 殴れなくないこれ。あ、 OK、 メンツ OK、 エンド OK。 ちょっといきなりまずドラグマパニッシュメントから打って、まあ、ホートラップカード1枚処理して、で、エスプリット、あ、これ綺麗にいくわ。ダイノルフィア、ディプロドック破壊する。で、もちろんヌトスを送る。で、ヌトスをかましたので、相手の効果で、あ、相手の伏せカードを、ヌトスの効果で破壊する。OK。で、処理後、星の天下の効果。手札から儀式魔法を墓地に送って、儀式魔法の効果をコピー。うおエスプリットロードトークンを、リリースし現れろ、エスプリットロード、ヒメクジャクトーガーズ、お前のマジックトラップカードすべてデッキに戻させてもらうぜ。くっそ強くてくさ。うわ、岩戸で分からせることできればワンチャンだ、これ。岩戸マジで強くて、岩戸召喚するともう相手のモンスター効果発動できなくなるじゃないですか、スプリット以外の。だ、そうすると岩戸召喚から入れた場合は後手のまくり結構強いんですよね。岩戸1枚しかないんですけどね。なんかルーンとかいうさ、なんか最強デッキのせいで岩戸3ちょっと1枚になっちゃいまして、今制限かかってましてね、マスターデュエル。はい、リオスアレゴ、あ、強え、これやべ。リオスアレゴはちょっとあかんかもしれんな。リオスアレゴはやばいぞ、これ進化の得意点セッティングからのアレゴザウルスで進化役サーチか。あ、ないや、サーチやばいわ。出た、これあれだ、冥界エボルだ。まずいぞこれ、冥界エボルは、冥界エボルはガチでやばい。
冥界エボルはあれなんだよね、まあ、冥界多分どっかで動画で知ってると思うんだけど、これ前か後になるかちょっと分かんないんだけど、冥界のデッキって何ができるかっていうと、ゼロールっていうモンスターを出して、で A カウンターを相手の盤面にばらまいて、でゼロールは A カウンターが置かれてるモンスターを全部守備表示にして効果が無効になるっていう、効果発動できないっていう、まあそういうね超制圧効果持ってまして、これエボルダーリオスからもいけるんですよ。僕の多分動画、まあもし出てればランク4とかから多分キングレムリンとか使っていってると思うんですけど、これリオスからも一応いけるんですよね。だからエボルデッキとも相性がいいんですよ。まあ説明してるかなと思うんですけど、冥界デッキの方でギミックは、いやーこれやばいかもしん、うわ気持ち悪い、相変わらず気持ち悪い。ちょ待って、マジで惑星汚染ウイルスどうやって超えんのこれ、無理じゃないですか。いやこのカードおかしくないですか。惑星汚染ウイルスとかさ、あんまほぼ回避できないトラップカードのさ適用される効果で A カウンター置かれるのマジで納得いかねえんだけど、これゼロールをなんとか処理できればなんとかなるんですけど、サンダーボルトとか入ってると無理だよこれ。いやきちぃきちぃいや僕ワンチャンエスプリットロードモンスター爆誕させた瞬間だったらいけるか。これだからエスプリットコーリングで相手が何も発動しなかったらバウンスできるか、これこれワンチャンあるな。相手がエスプリットロード知らんかった場合、儀式魔法を打ってお父さんの効果起動させてしまいさえすればワンチャンある、マジでこれこれ通ったらワンチャンあるよ。通して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 ください。エスプリットロード通ります、通してください、お願いします。進化の得意点はいいわ、あやばいな、進化の得意点はやばいかもしれんいや今打つのやめようよ、今打つのはじゃあ無理だわじゃあ無理です。抹殺の指名者、謎の抹殺の指名者があまりにも謎すぎる、抹殺の指名者来た、抹殺の指名者によってなんかよくわかんない、除外される、はいどうぞ。で惑星汚染ウイルス効果、これ出てきたモンスター A カウンター全部置かれるようになってしまいました。で得意点の効果によってエボルドとエボルダーを、特殊召喚してエボルカイザーラーズが出てくる。あー終わりだね遊戯終わった、遊戯終わった。じゃあこれワンチャンこれ通ったらあったんだって、これとこれなんか相手なんぼしってなんでエスプリットロードわかるの、誰も知らないって言われてるテーマなのにこれ誰一人知らないと言われてるテーマなのに、あーもう最悪、あすいません、もう何もできません、まあ、何もできないです、何にもできないです。くそスプリットコーリングさえ通ってればな、なんであのタイミングでラーズ出したし、もう最悪スプリットロード有志者ってこと、もしかしてそんなやついんの？